臨床心理士の高間忍です。今日はまたコロナの話で、緊急事態宣言ね、首都圏の緊急事態宣言伸びるのかどうか、そういうところでこう右往左往している、今日ですね、ひな祭りです。今日はそのコロナの話題で、APA アメリカ心理学会のニュースでコロナ禍のロマンスみたいな話があったので、そこの記事をちょっと紹介しようかと思います。コロナというのはね、皆さんもそうですけれども大きなストレスなんですよ。これは誰も否定しないと思うんですけれども、その中で、こう人間関係にとってねプラスに働いているという話です。こういうねストレスフルな状況の時には、そのあなたの話に耳を傾けて、あなたの、考えをね気にかけてくれて、あなたの視点から物事を見ようとする人の存在、そういう人の存在っていうのはねストレスを軽減するんです。これをこの記事の中ではレスポンシブパートナーという表現してましたかね。レスポンスに敏感なパートナー。言ってみれば心理学的に言うとね、受容してくれるパートナーということだと思うんですけど、レスポンシブパートナーという表現をとってました。で、そういう人の存在が必要だな。で、これはパートナーという視点にとってみると、これパートナーでなくてもね、友達でもいいと思うんですよ。フレンズでもね。お互いにそういうような状態にいる。これが大切なんですね。それがこういうコロナ禍での不安を軽減していきます。で、もう一つの視点としてね、そのパートナーがね親友であるということが大切ですという話が、書かれています。5、6年前の調査の話があったんですけれども、パートナーは親友ですか、これね 83% が親友ですという答えだったということです。アメリカの調査ですね。日本はどうなるんですかね。あんまり親友っていう感じじゃないですよね。配偶者というのは。で、このね、アメリカの 83% なんですが、これ同じ調査を、1990年代にもしているらしいんです。二十数年前にね。で、それに比べると、こう親友であるという人が増えているということなんですね。アメリカにおいては人間関係が良くなっているということです。20世紀末に比較すると21世紀に入ってきて人間関係が良くなっている。で、実際アメリカの離婚率も下がっているそうです。日本比較すると、日本の離婚率はねちょっと上昇してますよね。アメリカと日本が接近してきたというのか、どうなんでしょうかね。それはちょっとね、何とも言えないんですけれども。で、このね、パートナーが親友である。これ、お互いにね、パートナーが親友である。こういう関係を作るにはどうすればいいのかという話なんですね。次の話は、そういう話です。で、これね、どういうふうになればいいのかっていうのは、これは、自分はどういう人間なのかということが、はっきりと分かっていることというふうに書かれています。要はね、自分とは誰かということなんですね。自分は何者かっていうのがね、はっきりと分かっている。自分を知るってことですね。
なんかちょっと前の動画かなんかで、何者かになるは間違いという、配信をしたかと思うんですけれども、まあ、それですね。何者かになるっていうのは、まあ間違い、何者かを知るっていうことなんですね。自分を知る、自分は誰か、Who is you ですね。あ、Who is me か。まあ、自分は何者かを知るということです。これが重要です。そうすると相手もどういう人なのかというのが、もう客観的によく見えるようになってきます。ここでこう、お互いにね、こうお互いがもたれかかれる条件、一方がわーっともたれかかるという、こう共依存の関係ではなくて、お互いが軽くもたれ合っている、まあ、相互依存の関係に入ることができます。これがパートナーを継続させていくためのコツといえばコツですね。で、まあ、これはね、そう簡単にはなれないと思うんですけれども、お互いがね、こう一緒になって成熟していく中で、まあ、その人間関係という視点からパートナーを見れるようになってくるというのが、まあ一つの条件ですね。そうなってくると、こうもうその肉体的なね、魅力で惹かれ合ってるというよりも、その親友としてのパートナーというところに視点が当たっていきます。年齢を重ねて、そのね、パートナーと友達になる、まあそういうことが重要であるということを、調査では、結果では、このレポートでは、そういうふうにこう言ってますね。要はこの、異性として好きというのとはもうちょっと違ってくるんですね。人間として好きという、これがその伴侶愛、パートナーラブということである。まあそういうふうにこのレポートは締めくくられています。コロナ禍においてパートナーとの関係もこうやってして、親密になっていく、親友になっていく、そういう関係がね、作られていくと、随分生きるのは楽になっていくのではないかと思います。それではまた。